皆さんこんにちは。松岡株式会社の麻雀大好き社長の松岡です。今日はレックス3がどんなに素晴らしいか皆さん方にちょっとご紹介いたしたいと思います。まず皆さん、はい、皆さんに比べるとハイパイが上下きちっと整列された形で出てきます。これが大きな特徴でございます。上下整列がどのようにして配配されていくのか、皆さん方に中をちょっと開けて見ていただきます。それではまずこの中にですね、落とされたパイが入ってますよね。このパイを見ているのがこういう形で、この箇所を見ていただいたら分かると思うんですけれど、で正常な形のものはずっと入ってきますけど、向きがちょっと大事なんです。落とされましたね。こういう形で落とされてきます。これがまずこの部分が皆さんの方に最初に配られる手配になるわけですね。こういう形でやったら、ところと各4面が同じような形です。だから各班というものがですね、非常にまあパイが固まるとか、そういうのがあれば、そういうの欠点というものが配置してもらったんですけれど、もうこれに関してはそういうものが非常に対象されています。これ手配の分だけは上下整理されまして、こちらの方はですね、山の方ですね、山の方はもう上下整理とは全く関係なくなってきます。だからですね、攪拌する分ですね、最初の攪拌する分だけ約10キロほど、まあ正常のハイパイよりかは、遅くなりますね、時間は。ただし確実に、よく混ざってるという形になりますので、まあそれが大きな特徴になります。それとレック3のもう一つの大きな特徴としまして、この枠の内側にですね、例えばチップとか本棒を掘り込めば、手元にですね、こういうような状態で来ますので、非常に便利でございます。皆様いかがでしたでしょうか。レック3の魅力を、説明させていただきました。ぜひね、この機会を使っていただいて、お店の番所につなげていただきたいと思います。お待ちしております。